はい、皆様こんにちは。コミッティビー焼きでございます。本日は久々に開封の儀をしたいと思います。皆様注目しているオメガのあの新作モデルになります。早速見ていきましょう。はい、ということで来ました。久々にこの開封の儀、浦上さん久々ですね。やっとこのシーズンが到来しましたね。確かにこのシーズンがね一番楽しい。新作発表されて、コミットで入荷できて、それを皆様に実機でお届けできるというこのタイミングが一番楽しいですからね。でもこのモデル早かったんじゃないですか。これ早かったと思う、うん、だってついこの間発売されたばっかりだもんね、うん、さあ、まあ、皆さんちょっともう予想もできちゃってるかもしれないですけど、実機で見ることはなかなかないかと思いますんで、早速開けていきましょうか。はい、さあ行きますよ。いいですか。はい、こちらでございます。じゃーん、オメガスピードマスタームーンウォッチの、新しい文字盤、このホワイトダイヤルのモデルでございます。イエーイ、来ました。スピードマスターに初めて搭載されたホワイトダイヤルということで、どうですか浦上さん、印象は。綺麗ですね、うん、なんかつるっとしてる感じ。そうですね、白がラッカー仕上げで非常に、まあ、ちょっとエナメルっぽいというか、まあ、すごい光沢感もあって、上品な印象の文字盤ですね。実機で見ると確かに写真とかで見るよりもより綺麗な感じはしますよね。このモデル少し前に YouTube でやったと思うんですけど、うん、やりましたね、まあ、ちょっとおさらい的な感じで基本情報を教えてほしいです、うんうん、はい、型番からそしたらお伝えしますけれども、型番がリファレンスの 310.30.42.50.04.001 ということで、オメガは相変わらず長いですね。長いですねこれは覚えられない。だいたい310から始まりますよねそんなこともないけどねで、はい、最後だいたい001って思いますよねやめてくださいさあ、でケース素材はステンレススチールで、ケース径は 42mm でございます。お、はい、厚さは 13.18mm で、ムーブメントはこれ手巻きのキャリバー3861でございます。本当に美しい仕上がりになってます。でパワーリザーブは50時間、防水性能は 50m で、価格に関してはこれ、正規販売店では125万4000円が定価の価格になっております。ちなみにレザーとラバーストラップのモデルが5月頃に発売予定ということで、これに関しては2つとも119万9000円の販売価格になっております。まあ、ただやっぱりブレスのタイプがね一番、まあ、スタンダードでありますし、汎用性も高いかと思われます。ラバーとレザー出た後は、はい、そのベルト部分だけって購入できるんですか。それどうなんでしょうね。ちょっと出てから確かにメーカーに聞きたいところですね。まあ、両方もしねついてるとかってなると、変えてつけて楽しんでいただけるみたいなできますもんね、うん、なんかいい着眼点の質問来ましたね。ありがとうございます今ざっと基本情報を教えていただきましたが、はい、じゃ次特徴教えてください。はい、まあ、特徴は何といってもダイヤルです、まあ、このスピードマスターで初めてホワイトダイヤルを使われてるっていうところがまずは特徴です。というか、うん、そこしかないですよいやそんなことはないよ。一応他じゃあ列挙すると、まあ、ドットオーバー90のベゼル、それから、まあ、ブレスレット、ゴレンの新しいタイプのブレスレット、それから、まあ、ムーブメント、まあ、このあたりはやっぱり特徴だよね。ありますね、特徴がある、まあ、あるけど確かにホワイトダイヤルがメイン。今言ったところはね、あの新作の黒のスピマスも大体搭載されてたんで同じということで、ホワイトのダイヤルが一番メインでございます。今ね、はい、特徴を聞きましたが、はい、まあ、肝心のお値段、うん、はい、聞いてもよろしいでしょうか。もちろんでございます、こちらの新作のスピードマスター、ホワイトダイヤルコミットでの販売価格は税込みで149万6000円でございます。まあね、まだ出回りもないでしょうから、ね、うん、少ない、いやこれ多分かあんま買えないんじゃないですか、うん、だから、まあ、そういう意味ではそんなにプレネもついてないですし、うん、いち早くこの新作のホワイトのスピードマスター欲しいっていう方にはもう全然ありかなと僕は思いますね、うん、買いですよね。買い、もしかしたらこれどうだろう、編集してる間になくなっちゃうかもしれないけど、うん、
その可能性は大いにあるありますね。まあでもなるべくあのホームページ公開するタイミングがその次の日ぐらいには出したいなと思いますんで、そこはちょっと頑張らせていただきたいと思います。はい、どうでしたか皆様、実機実際見てみて。非常に綺麗なダイヤルだったかなと思いますね。浦上くんどうですか実際。やっぱりこの陶器のようなツヤがあるダイヤル、うんうんうん、これがね今ちょっと室内なんですけど、うんうん、まあ、外でね太陽光に当てた時にどう光るのかっていうのを僕は気になっております、うん、そんな光んないだろなんかもう文字盤消えちゃうんじゃないかなと思光ってそんなことはないだろうまあでもちょっと見てみたいと思います。ね、まあ未使用品でございますので、ちょっとね僕の本当は腕に乗せてリストショットとかもやりたかったんですけど、ちょっとそれもできないので、まあぜひ皆さんご購入していただいてから、あの腕に乗せてその雰囲気を楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。はいはい、ということで今回は開封の儀で新作のスピードマスターホワイトダイヤルをご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。